フランツ・クサバー・リヒター・フランツ・クサバー・リヒター1789年9月12日、ストラスブールは18世紀の作曲家、マンハイム学派の最も重要な代表者の一人。1740年から1747年まで、貴族で修道院長のアンゼル・ムライヒー・コールメルデックの宮廷に副学長として仕官した。この頃にパリで6つの公共曲が上演される。 1747年より作曲家、弦楽奏者、バスカ手として、プファルツ選定校、カール・テオドールの名高いマンハイム宮廷楽団に所属した。1769年に、ルイガルニエの後任として、ストラスブール大聖堂の教会学長に就任する。最晩年になると、ハイドンの皇帝イグナツ・プレイエールを助手に迎えた。リヒターの作品は、 バロック音楽の様式的特徴とギャラント様式の要素が結合されている。リヒターは公共曲の始まりにとって重要なマンハイム学派の巨匠の一人である。著名な門人にカール・シュター・ミッツ、フランチシェイク・クサベル・ポコルニー、ヨーゼフ・マルティン・クラウス、フェルディナント・フレンツェルラがいる。ありがとうございます。